チャオ、あっちゃんです。前回前々回とねちょっと塩の話をしてきてんねんけどもね、ちょっとね面白い、コラムを見つけたんで、紹介させていただきたいと思います。減塩の本当の怖さっていう話やねんけどもね、これちょっとねあっちゃんがずっと言ってる話とほぼほぼ同じ話がね載ってて、ね、ちょっといろいろ調べてたらねやっぱり同じようなことを歌ってる人が増えてきててね、でこれを見てたらね、人間の体っていうのはね、塩化ナトリウムと陰イオン、塩素の欠乏っていうのがすごい大なが繋がって大事なことがあるって話やねんけどもね、胃に入った食べ物は胃の中の酵素と塩素で分解されて殺菌されてます。塩が不足するとこの機能が弱まります。だから胃の中でね、胃の中には活性酵素っていうのと、塩食べる塩もちろんこれ塩水を飲むことによって塩素と活性酵素が胃の中で働いてんねんね。だから塩素分のある水を飲むと工業塩素を飲み込むことによってその塩素が、バランスを崩しちゃうねんね。で、その中で塩素は何が悪いかって言ったらあっちゃん前にも言ったと思うけど、これね、体内に入った病原菌、チフス、コレラ、サルモネラ、赤痢、黄色ブドウ球菌、連鎖球菌、緑膿菌とかいろんなものを殺菌する働きがあるのが活性酵素で、これの主役を務めるのが酵素と塩素。塩が欠乏したらこれがどうなるかっていうことやねんけどもね。じゃあ塩素いいんじゃないの？塩素はそうなんです。プールの水とかの中の菌を殺してくれんねん。でもそれを体に浴びたりすることによって常在菌、実は黄色ブドウ球菌とか連鎖球菌とかもね、まあそれだけじゃなくいろんな菌が手に入るんだけど、それは常在菌として手を守ってくれてんねんね。もちろんそれが離れて悪さしだしたら危ないねんけども、この手のひらにいてる間はいい菌として常在菌として仲良くしてんねんね。そいつを殺しちゃうのよ。だから体についてるバリアをなくしちゃうから塩素はダメ、ね、ちょっとこれ離れました。塩がね、塩の話からね。でまあこの中でね、減塩の神話ができた。これ前回話したと思うんだけど、 GHQ のねドクターダールっていう人がね、東北と、まあ、九州との塩の取り過ぎでどうのこうのっていう話は前回したと思うんだけどね。でそれでね、その調査方法は幼稚すぎて数値が、もう全く信用できへんって分かってたんやけどね、やっぱりその厚労省と医師会がねに負けたわけよね。で、それを採用してしまったって。でそこでね、その、教授がね、ドクターメーネリーっていう教授が実験をしたらしいね。10匹のラット、ネズミにね、6ヶ月間小さい箱に放り込んで、まあ、要はストレス与えてね。でそこにね、人間やったら1日 500g にも匹敵するぐらい、要は体重とパーセンテージから言うと人間でやったら1日 500g、これ一袋食べるぐらいの塩をネズミに与えたと。6ヶ月間ね、毎日その塩を与え続けた。飲み水に 1% の塩水、要はこれじゃない、あっちゃんの経口補水液 1% だ、 500cc に、まあ、飲んだらね、これ今それ 1% ものすごいしょっぱい飲み物やね、それを与えた。だから1日、人間で言うたら1日 500g の塩を食べさせて、さらに 1% の経口補水液を飲ませた。ほんだら4匹が血圧が上がって、で6匹は上がらへんかって。でそこでその少ない方の4匹だけを取り上げて、血圧の上がらへんかった6匹の方を無視して、これは科学者は正しいと、4匹のラットが血圧を上がったから、血圧上げるのは塩が原因だ。よく考えてください。人間1日この塩全部食べて 1% の体液に近い飲み物、もちろん水じゃなくこれだけ飲まされて6ヶ月間死んでないね、1匹もね。こんな過酷なことしてストレス与えた小さい箱に10匹入れても10匹とも死んでない。のうち4匹だけが血圧上がってのに、塩イコール血圧、そんなもん常識から考えて1日これ1袋食べて体にええわけがないやん。それでも10匹中4匹だけが血圧上がって、あとの6匹は正常やんのに血圧上がったよっていうレポートを出して、塩イコール血圧っていうデータを出してね。で日本人はメディア洗脳されてます。戦後教育って言って、戦後に GHQ から洗脳しなさいって言って、
某日テレの社長は洗脳教育するための放送を作ったわけ、放送局で。もう某日テレなんてもう完全な洗脳放送です。でそういう洗脳放送で日本人っていうのはずっとずっと、もう今戦後からやから、ほんまに60何年洗脳され続けてきてね、血圧が高いのは、塩のせいで、だからドクターまで、お医者さん、いまだにお医者さんまで血圧高いから塩やめなさい、血圧の薬飲みなさいなんてこと言うけど、聞いちゃダメ。なんでか、それはもう日本だけで、アメリカはもうそれを気づいてんねん。アメリカの人間は1980年頃から減塩説に疑問を持ってきて、減塩にはおかしいって、もう反乱起こってきて、アメリカでは減塩してないねんって。今日本だけやねん減塩商品食べてんの。それだけ日本人は今やばいことになってんねんね。で1983年の2月にニューヨークのね、ドクタージョン・ニフルフっていう人がね、減塩は効果なかった、塩を与えよう、塩は決して悪者ではない、大衆に対して食塩を減らせというのは何ら科学的根拠に基づいていない、健康な人に対し高血圧を予防するために減塩を強制するのは誤りであると警告をしている、ドクターがね。アメリカっていう国は禁酒法を作るぐらい非常識なぐらい過激に突っ走るけど、悪いって分かったらすぐ引っ込める復元力がある。日本は反対意見は出しにくい環境で、死人に洪水が起きて被害者団体が訴訟を起こさない限り、専門家の方は動こうとしない。そうやね、日本では未だにあっちゃんみたいに、このアメリカのこの説、減塩はダメだよっていう説も叩き潰されんねんね。あれだけ言っても一般人、俗に言う今で言うマスクポリスであったり、戦時中の、あなたの子供を外国行って死んでこい、おめでとう万歳って言った市民と一緒、マスクポリス、自粛ポリスと一緒で、減塩ポリスが出てくるんだよね。そうやってあっちゃんの本当は正しいはずの、減塩ダメ説を叩き潰そうとするんだよ。何の根拠もない。これこそエビデンス、エビデンスって言ってくるやつらはエビデンスも何も持たずに、人のこういうみんなのためと思って言ったけども潰される。アメリカはそうじゃなくダメだよっていうことを言うと、それに対してみんなが賛同していい方向に変えようとするね。で例えばこうやって今運動入ったら、みんながそうだねってなったら、みんながもうそれはダメだよってすぐに手のひらを返すのがアメリカ人だから、すぐにでもいい方向、いい方向にチェンジできる。日本はダメな方向に行ったら延々とダメな方向走るけど、いい方向に手のひら返すのが怖いねんね。それができへん国民性やねんね。だから医者が言ってんのに、テレビが言ってんのに、一個人の YouTuber 言ってることなんて信用できないよってなって、悪い方向に引っ張られてね。アメリカの国はもう減塩ダメですよって言ってんねんで、アメリカが日本に減塩持ってきた、アメリカがもう今減塩しないでねって言ってんねんで、その状態でね、減塩することによって、指導した、官も民も誰も責任を取らなくていいのが日本、日本万歳、しかし厚労省は間違った、怠慢な指導で昔から、上水油症、スモン、水俣病、エイズ、HIV から O157 訴訟、役所の指導許可のもとに営業する病院医師のミスや大企業が引き起こす公害訴訟、製造物責任で敗訴や多額の和解金が支払われていることは、不気味です。そういうのでね、そういうのが、和解金の方は国から払われているのちょっと微妙なところであるっていうことでね、で御用学者や、監修官庁の役人の民間企業の癒着、指導の間違いによる責任の損害賠償はとても払い切れるものではありません。汚職とともに役立たないどころか有害な仕事をして国費を無駄遣いしています。国民の受けた苦痛は、いくばかりであったでしょうか。これは犯罪ですって、ここには書かれてんねんね。要はだから高血圧イコール塩とか、塩はダメとか言ったり、いい塩を作らさなかったり、いい塩を、減らせっていうのはもう犯罪やって言ってね、ここでね。で、減塩進むことによって起こる症状、人間がおとなしくなりすぎる。これあっちゃん前に言ったと思うんだけど、暴れる囚人に塩抜き食事を与えるとおとなしくなるそうです。このまま減塩運動が進めば、日本中の人が元気のない、やる気のない状況になってしまいます。戦場で戦った兵士には常に塩袋を持っていたと言われている。塩不足は長い人生において自分自身との戦いに勝つこともできなくなってしまう。だから弱っち日本人が出てて、人の話、長いものに巻かれて何も言えない、
いじめられたらいじめられっぱなしで、いじめるやつはストレス溜まって言われるけども、じゃあそれでガンってやられたらギャフンっていう弱いやつばっかりになって、なんでこんなことになったか言ったら、アメリカは神風特攻隊が怖かってん、日本魂大和魂が怖かってん、だから日本人を骨抜きにしないといつアメリカに復讐されるかわからない、だから使用を減らして日本人を骨抜き化計画した、だからあっちゃんは GHQ が絡んでるよっていうのはそこにはね繋がるでしょ、うん、そういうこと。それとアレルギーの増加、正しい塩分が血液内に含まれている、体質の人には HIV は感染しません。陰性化した血液に HIV が感染するのです。エイズ患者にいかに適切な使用が大切か分かります。これ HIV だけじゃなくコロナもそうやし、インフルエンザもそうやし、風邪もそうやけど、減塩してる人のほどは弱い、やっぱりかかりやすい。だいたいね、塩言うてる人ってコロナかかったって聞きますか？あと、がんや気系の増加、東洋医学では大腸の皮膚、喉、鼻、気が流れるという経路において、全て通路でつながっている。大腸は腐敗状態にあると皮膚病、喘息、アレルギー性鼻炎、花粉症、アレルギーが現れます。腐敗ということは悪い菌が増えるということです。例えば漬物を作るときに塩が不足した場合、漬物は腐ります。これは塩不足によって悪玉菌、腐敗菌が増えるためです。同様に私たちの食生活で塩不足になると大腸菌がいつも腐敗状態になりアレルギーになりやすい。だからアレルギー予防改善にも適切な塩が、大切なのです。あっちゃんこれ前にも言ってね、コロナにかからない方法、インフルエンザにかからない方法、多い、なんだ多いちごなんちゃうわ、多い、なんや、ちゃう、あのヨーグルト、赤いやつ、名前忘れた、ヨーグルトを毎日飲むと風邪ひかへんよって言ってたでしょ。子供がね、もう3年前です、寮が中学校3年生の時に受験前に風邪ひかしたらあかんから、その年から毎日ヨーグルトをね、食べるようにして、あまりにも高いからヨーグルトメーカーでコピーして食べるようにしてて、そっから風邪ひ一切ひいてません。あっちゃんはインフルエンザかかったことないけど、うちの子供は何度かインフルエンザかかったけど、その後一切インフルエンザかかりません。もちろんコロナもかかりません。だから要は腸を良くしていく。だからその後花粉症良くなったりたでしょ。結構花粉症の症状良くなってきてね、で一回夏半年抜いたら戻ったんやけど、要は腸を腐敗させないこと、ヨーグルトが正しいと思うんだけど、塩やねんね。そうです、あっちゃんね、お漬物がね、なかなか塩ばっかり強くって、酸っぱくならへんって、乳酸菌にヨーグルト入れてんけども、それからちょっと酸っぱくはなってんだけど、酸っぱいのからね、うんこみたいな匂いになんねん、失敗したら。とかお漬物腐んねんけど、あっちゃんのお漬物腐りません。もうだからぬか床に入れて何ヶ月も経つ、何ヶ月近く近く、結構ほんまに1ヶ月2ヶ月経つキュウリとかも入ってたりする、古漬けにしたらもでね、そんなんもあったり、下手したら何年もののキュウリとかっていうのって、ね、すごい美味しい酸っぱいのが出てきたりすんねんけども、腐りません、ぬか床腐りません。でも塩分が少ないとぬか床かびたり腐り、腐敗臭、うんこ臭がしていくんだよね。だからそれがお漬物やね。だから漬物は減塩しちゃダメ。梅干しでもせね、梅干しカビ刺す人ってのは減塩するからね、塩みたいな、しょっぱいしょっぱい梅干し作ったら腐らへん。だからミキちゃんが作った梅干しはもうミキちゃん亡くなってから9年目です。そのまだ前に結婚したすぐに作ってるから、もう十何年前の梅干しやねんけど、いまだに美味しくいただけます。それは昔ながらのおばあちゃんが作ったぐらい酸っぱい梅干しやからね。塩ってどれだけ腐敗させないか。だからこれ塩水がシュ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 したらあかんとか言う人おるけど、腐敗しないのが塩やね。口つけたやつ入れたとかたまに言われんねんけど、それコメント欄に書かれたけど、何にも怖くない。だって塩っていうのはそういう、殺菌作用があるからやねんね。で、だからそのアレルギーとかね、がんとかになりやすいっていうのは、がんになりやすいのは体の中がね、腐敗してるからがんになっちゃうしね。そう。あと、病原菌に弱くなる。塩不足の漬物はすぐ腐るように、人間の細胞も減塩では腐りやすい体になる。すなわち、病原菌に侵されやすい体になる。風呂に入ると汗とともに塩分が失われます。その後、梅小板茶、ね、梅のね、梅小板茶って書く、梅小板茶をいっぱい飲んで塩分を補給していくと、湯冷めしても風邪をひく心配がないという昔からの知恵は本当に素晴らしいものである。ボケ、思考能力の低下、痴呆症なども減塩するとなりやすいと考えられている。
減塩っていうことはすごい体に悪いっていうことでね、これ減塩について書いてあるコラムやねんけどね。で、減塩が助長する食品公害、減塩の恐怖より、保存食の技術がないため、食事のたびに畑から野菜を取ってきてすぐ食べるっていう世界の長寿者の話を全校でお話した。この前の校があるらしいんです。まだ見てないんだけど、で話したらしいんだけど、その食事こそまさに理想の食事と言っていいであろう。自然の食物を保存しないで自然のまま時間を置かずに食べることが体にいいのは当然である。人間にとって保存の技術が発達していない方がヘルシーなわけであって、そう言っても日本は冬という欠点がある。冬のある国は不毛の季節を過ごさないといけない。不毛の冬を、植えないためにもどうにか食物を保存しなければならない。保存方法は各国様々ではあるが、人間の知恵として塩漬けするとか乾燥させるといった方法が多いようである。不毛の冬を生き抜くため、保存食を作るとしてはどうのこうのどうしても避けられないのである。冬は作物を作ることができへんから、作物はできるだけ、食事から取らなければならない。この作物の保存方法として一番優れているのが塩漬けであると人間は発見した。乾燥保存にしても同じ。魚、生の魚を取ってきてすぐ食べるのが一番いいけども、冬の間は狩りや漁ができへんから、それこそ乾燥させる。魚も肉も長持ちする。要はビーフジャーキーであったり、魚の干物であったりね、イワシでも、目指しイワシでもね、ウルメでもそうやし、ちょっと干したるでしょ。だからしょっぱいよね。塩つけて干すね。で、乾燥させていても塩を使えば肉片がより長持ちする。人は発見したのである。塩味の効いた漬物、塩味が染みている干物、何ヶ月も腐ることなく保存が効き、食べたい時に食卓に乗せることができるようになっている。ところが減塩減塩を叫ばれる昨今、塩気のない漬物や塩気の少ない食品が出回るようになって、こういった食べ物の保存食としては適用しない。そこでメーカーは塩以外の添加物を加えることで食品を保存を可能にと考えた。まさに恐ろしいとは言えざるを得ない。これ前回でも言ったと思うけど、塩を減塩したら保存料を入れないといけないってあっちゃん言ったでしょ。減塩した時にだから減塩は危ないよって言ったそこやねんけど、そこでメーカーは塩以外の添加物をするね、塩は動脈硬化や高血圧の原因になり、成人病を誘発する危険な食べ物という誤解のもとに塩を減らせというムードが作られた。しかしその結果、塩の代わりに多量の添加物を使用しなければならなくなったのである。塩を減らしてもっと恐ろしい添加物を利用する、この矛盾が許されていいのであろうか。食品を保存するためもっと塩を使えばと私は叫びたい。私は腐らせないために添加物を一切使用しないということである。塩をたっぷり使用した醤油や味噌作り、塩を上手に使った、保存食こそが添加物を締め出す健康食品である。だからあっちゃんはいい塩を使った減塩してない醤油を使ったり、いい塩を使ったお味噌使う、食べるとやっぱりしょっぱい、醤油もしょっぱい、それをうまく調理する。減塩じゃなくいい塩を使う。なんでいい塩をいっぱい使った醤油がいいのか、腐らないんです、でも悪い醤油を、悪い塩を使ったり塩を減塩したやつは腐っちゃうねんね、醤油もね。原因にはびこった食品公害、恐ろしい食品添加物が市場に氾濫することはあまりに有しいことである。減塩の常識がもたらした危険な結果である。減塩食は微妙を、に、ごまかされた。減塩食っていうのはすごいいいよって言われたことにごまかされた悪であるって書いてあるんだよね。このように視覚的に美しいと見えるけども恐ろしい食べ物とは言わなければならない。本来紅生姜などはシソの葉によって着色するのが正しい。それが、着色料を使ってるって、だから、美しい紅生姜とか末期期のたくあんとかはやっぱりその視覚のために恐ろしいものを使われてるって。着色した醤油や梅干しも売られるようになったって。怖いね。梅干しとか醤油まで、着色してあるんやって。本来食品、健康食品であるべき梅干しや紅生姜、添加物ゆえに不健康食品となったのは有意義問題であるって書いてあるね。食品添加物として国が許可しているものは数百に上るとは言われども、食品添加物というのは食品ではなく一種の化学薬品である。化学薬品の多くは石油、原料が石油であったり、その場合人体に毒にもなる物質が使われている。しかしながら我々は人間の体に良くないものを国が許可するはずがないという勝手な考えによって騙されているっていうことやねんね。国が許可してるから安全だって。コーンスターチめちゃくちゃ体に悪いです。遺伝子組み換えのコーンを使ってるコーンスターチ、コーンスターチは安全だよって言うねんね。
一切化学商品を使ってない、砂糖しか使ってない、安全だよっていうね、上白糖使ってても、はい、怖いね、はい、国が許可してるから安全かって言ったらそこはどうなんでしょうかね。そこはよく自分で判断しないといけない。どの食品にも添加物が使われるとして、私たちの体は少量ずつ添加物の毒性が残留することになる。現代日本人は水を飲んでも味噌をすすっても漬物を食べてもどこにでも添加物が使われているっていうことになる。我々は食品添加物の毒性によって結果的命を縮めていることになる。減塩は誤解している、食品添加物を使わないで塩を使った本来の製品を製造することを声を大にして訴えたいのであるって締めてあるんだけどね、ここには、だから健康食品であるはずのにトレスクラロースが入ってたり、健康食品であるものにブドウ糖液糖が入ってたり、あれどこ行っちゃったかな、あっちゃんの、ね、カフェインゼロ、ミネラルたっぷり麦茶のはずが大麦と乳化剤が入ってたりね。普通に市販されてるコーヒーゼリーにね、増粘多糖類、香料、セルロース、カロテノイド色素が入ってたりね。いかがですか？本当に安全ですか？お醤油は、あっちゃん悪い醤油持ってないか分からへんねんけど、大豆国産、小麦国産、食塩だけで作られてんねんね。だから食塩が、ここのは五島のお塩入ってんねん、五島列島のお塩入ってんねんけど、保存料入ってないねん。減塩醤油は保存料入れないとダメなのね。皆さん今家で使ってる食品の裏の成分表、何を使ってるか見ましょう。ちなみにこれは伊豆大島の海水のみです。粟国の塩は沖縄県粟国島の海水のみです。そこに安全か危険かを築きましょう、はい、っていうことでした。これお酒もそうやし、お水もそうやし、いろいろなものもそうやしね。ちょっとちなみにこの尾瀬のおいしい水を見ましょうか。おいしい水にはなんも書いてないね、水もちろんミネラルウォーターやから水だけね。あ、書いてある、原材料水水って書いてあるだけね。じゃあちょっとこの体に悪そうなものを見ましょうか。醤油、砂糖、加糖、ブドウ糖、液糖、ニンニク、玉ねぎ、食塩、味噌、醸造酢、ガーリックパウダー、ガーリックエキス、大豆油、小麦発酵調味料、酵母エキス、唐辛子、胡椒、ごま油、アルコール、増粘剤、ね、が入ってんのね。そういうことですよ。まあ体に悪いの分かって変わってんねんけどね。まあこういうのもね、たまに調味で使うんだけどね。だんだんこういうのも減らしていかなあかんとは思ってんねんけど、まあこういうのもね、どういう味かっていうのを見て自分で作る、いいもので作るっていうのはありえない。だからそういうところを気をつけない。もちろんね、オリーブオイルもそうやねんで、これね、体に良くないオリーブオイルやねん、あっちゃん買ってきてんだけど、ポルチーニの風味取りたいからやねんけど、これね、食用オリーブオイル、イタリア製造、これエクストラバージンオイルを使ってるはずですね。で、食用トウモロコシ油、これかなり危険です。ポルチーニ、まあ、これはキノコやからいいんだけど、酸化防止剤、こういうものを使ってるの。だから本当は体に良くないものです。食用オリーブオイル、エキストラバージンオイル、バジルエキス、バジルだけやね。これは添加剤が入ってない。だから冬ほっとくと凍っちゃうねんね。で、もっとこれはすごくいいオリーブオイルやねんけども、これ、食用オリーブオイルだけ、
エキストラバージンオイルだけ。こういうの添加剤が、添加物が入ってないのね。でこういうものがすごく大事やねんけどね。だから食品添加物を見ていくとね、どういうものか、これ箱に書いたのかな、わさびは。わさびはね、何も書いてないね。まあ、こんなんでもね、箱とかを見るっていうのがすごい大事やねんね。こうやってね、何に何入ってるのかっていうのを見ていくとね、かなり危険かなって思うのが出てくるの。そういうのがすごい大事なんでね。もちろん塩だけじゃなくね、いろんなものを考えて食べていきましょう。減塩がどれだけ怖いことかって分かったでしょう。なんで日本人を減塩化させた、 GHQ がなぜそれをさせたかっていうのを分かったでしょう。日本人骨抜き化計画です。だから今の日本人は成人病になったり、がんとかそういう変な病気になったり、皮膚炎、アトピーとかのね。だからあっちゃんは塩を飲みましょう、塩収集しましょうっていうのが今言ってるところやね。またそんな話をいろいろしていきたいと思います。とりあえず今塩の話3つやってみました。また機会があれば塩の話したいと思います。塩そんなに危険ですか？あっちゃんは安全やと思います。エビデンスあるのかって言われたら何とも答えできません。でも危険っていうエビデンスあるんですか？あっちゃんでした。